ピピピンポンポンポン、みんな電波覚えてますか？チリチリ、ラメネバックですかい。今ただいま夕食を作っています。今晩の夕食はこんな感じになっています。見て、これまだ作ってる途中なんですけど、これを炒めていきます。お肉と、あとチンゲンとトメイトで入っていまして、あれさ、もう皆さんお仕事帰りとか、あの学校帰りとかだと思うんですけど、今 YouTube 見てくれてる皆さん、あの本当にお疲れ様です。まあ本当にうちら頑張ってるよね、よちよちやんけって感じなんですけど、どっかのコミュニティさんなんだか、トメイトはなんかどこぞのストレスをなんか軽減してくれるみたいな効果があるらしくって、なんかトマトなんかいっぱい食べてます、なんかそうするとなんかトマト食べるとハッピーになれるらしくって、そうしかもなんかあの美白効果もあるからみたいな、もうその食べるしかなくないもんみたいな感じで食べてます。待って、ちょっと我ながらうまそうなんだが無理で、なんか味付けはあるの、最近もう本当にコンソメしかかけてなくて、そう、なんか元々なんかあのロイのマミーがコンソメの味付けがすごい多かったので、なんかマミーの料理ってなんかめっちゃ美味しいなって思ってて、それでなんだろうって思った時にコンソメが鍵だっていうことが分かったの。もうスープもなんか炒め物も煮物も全部もうコンソメコンソメかければもうみんなハッピーって感じで、本当に世界よピースって感じなのね。じゃあなんかね、コンソメの最近おすすめがあって、これマギーのコンソメやで。え、これめっちゃいい。なんかそのこれ無添加みたいな感じらしくって、なんか、まあ、一応モデルなんで、ちょ最近ちょっと気使っててみたい な, なんかボタニカル系モデルとしてやってないんですけど、なんかちょっと気使っていこうかなみたいな感じで思って、ちょっとなんか最近はこれ使ってます。チャチャチャーン、マギーマギー呼んだ、マギー。でも俺味めっちゃ薄いので、本当にマジ味ゼロ、もう味あゼロ思ったなんでかけるの自己満みたいな違うんですけど、あのこれなんかちょっとかけて旨味だけは本当に増えるんだけど、あの塩味、塩味エンミックス、デレデレデレドリボヤ、デレデレデレデリボヤ、アンアニスインカフェイカー、エイナフェイ。塩味が足りないから、だから私はその後にアーペンソースをかけても、お塩も岩塩がいいんだって。なんか普通のお塩よりも岩塩の方が血圧上がんないみたいな、自然由来だからみたいな感じでいいみたいな聞いたんで、塩はなんか岩塩にしてもういっぱいかけまくって、もうちょっと罪悪感低減って感じでやらせてもらってます。もうスイカとかの本当にもうあの塩田ですかみたいな、もう塩工場並みに、もう塩工場のなんか在庫を使い果たすんじゃないですかっていうぐらいスイカかけるから、塩をせめてもなんか岩塩でちょっとなんか、軽減みたいな、なんか罪悪感低減って感じでやらせてもらってますはい、米が入荷されました。コシヒカリ、それ味の素、間違えた。Oh, it's gonna be a ya ya。ね、見た、テレ東音楽祭、みんな見た？え、テレ東音楽祭見た？なんかね、最近あのクラッシーっていうグループがあるんだけど、 K-POP のね、クラッシーっていうグループがあって、韓国でデビューしたのね。でもマジもうみんな中学生みたいな感じの、もう14歳、15歳みたいな、え、マジ、え、孫みたいな、普通じゃありえないんだけど、デビューしたばっかなのに、もう日本に来たの、もう日本でデビューしたの、やばくない？え、どうじゃんみたいな、だから今日、テレ東出てたの、テレ東音楽祭に出てたの。で、ほこりやばい、今から米、で、今から飯、ほこりやばい、え、絶対バーバーに怒られる。なんかさ、家にいる時とかさ、なんかご飯出てきた時にさ、そこでなんかさ、騒いだりとかしてるさ、めっちゃ怒んない親って。ねえ、ほこりが今からご飯だから、めっちゃ怒られたんだけども俺だけか。てかさ、このパーカーさ、ロイさ、いやバリバリ7月も近いじゃん、もう夏やん。なのにさ、いつもさ、なんかもうバリエーションがなくて、見て、裏キモマジ滝行、なんでの裏キモ来てんの、7月、6月に意味わかんなくない？怖い、自分が怖い。先にご飯ちょっとご賞味あれっていう感じで炊きます。じゃあおかずもできたんじゃないですかって。私ですね、最近やっていることがございまして、はい、まず皆さんこちら卵、サイズは別に大中小どれでも構いません。やっぱり横からグラデーションを楽しんでいただきたいので、透明のグラスをご用意してください。これポケモンです、ポケモンマスター。卵ございますね、こちらトントントン、白身を抜きます。黄身オンリーにしましたらこちらに投入します。はい、こんな感じですね。次もいきます。あ、トン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 、はい、こんな感じでやっていきます。もう本当にこれがめちゃくちゃ美味しいの。これを覚えてから卵はもうこれでしか消費してない。こんな感じで卵入れます。はい、オッケー、こんな感じです。ちょっと白身入ってないみたいな、まあここはねご愛嬌ということで許してあげてください。トントン、はい、入れます。オッケー、できました。オッケー、こんな感じで入れます。待ってる、今日優秀すぎない？いつも絶対君割れるのにって言われたわ。
Unbelievable sights, indescribable feeling, swirling, tumbling, freewheeling through the endless diamond sky, a whole new world. A new fantastic point of view, no one to tell us no, where to go, or see we're only dreaming. 泣きました4玉入りました。こうなりましたらですね、ここで1個ちょっと割れちゃったんですけれども、まあ割れたのもご愛嬌ということで最近アレンジしてるんですけど、もう卵汁の中にこちら丸大豆醤油ですね、こちらをまあまあドゥーっていう感じで、まあちょっと地盤が埋まる程度入れていただきまして、それあとこのつゆの素、こっちの本汁ですね、醤油とつゆをまあ1対1ぐらいで入れます。それでこれなんか、あ待って全然卵埋まらないんだけどって思うじゃん、卵こいつら浮くから、こいつら浮くから、もう気づいたらあれ待ってほとんど醤油みたいな感じになっちゃうので、上から見るんじゃなくて横から見ていただいて、こんな感じで、まあ、ほぼ埋まったらもう OK です。でこれが白身が多くなっちゃうと、この黄身の中に醤油とつゆがその浸透しなくなっちゃうので、白身はちゃんと取ってください。それでこれとこれを入れると次の日までこれ熟成するので、もうワインみたいな感じ、まあ、大体2日目ぐらいが一番美味しい。そうなんか卵がなんか本当になんかなんていうの、その醤油とかなんかこのつゆを吸って卵がなんかちょっともちってなるのね、めっちゃ美味しくなるの。それをご飯にのせて食べるとか本当に美味しいんです。もうご存知の方は本当にちょっとなんかもう知ってるよクソがって思ってると思うんですけど、ほんとちょっとぜひ作ってみてほしい。それで大体ルーはいつもご飯一杯に2つ卵を使うんだけど、ま待って、もう在庫が1玉しかないっていう時は足りないじゃん。そしたら広めに混ぜて、ご飯の上に広めにこうで散らして卵を、その上にこの岩塩とかをかけると、もう本当に絶品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 って感じになるので、本当におすすめだよはい、じゃあやってみてください。これ冷蔵庫でちゃんと入れてください。常温でやったら死にます、お腹がこれもし冷蔵庫入れなかったら本当にお腹がシャッダウンシャッダウン、ってなっちゃうから、ほんと冷蔵庫に入れてください。やばい、明日の朝が楽しみ。これさ、マジさ、ドン・キホーテでさ、ティファールのさ、パクリみたいなさ、やつを買ってからさ、ほんとに人生が充実してんだよね。ティファール買えないっていう人はもうこれしかいな。ほら革命ちんちゃうまそみだ。みんなこれ作ってみよ。で聞いてほしいんだけど、最近ね友達のおじいちゃんがジムに通い始めたみたいな感じ言ってて、すごくないみたいな、もう70歳近いの友達のおじいちゃんがジムに行っててって話聞いてて、なんか写真をさなんか見とるじゃんジムにの人って、わかる、なんかインスタとか見てたらさ、なんかめっちゃさなんかめっちゃこうナルシストみたいなさ、マッチョのさ、なんか男大体さ、こうやってさ、携帯持ってさ、こうやって鏡にさ、わかる？ジムの更衣室のところでなんか撮るじゃんみたいな。早く更衣室出ろよみたいな感じ思うんだけど、なんか並んでたらどうするのとか思うんだけど、こいつの鏡に携帯のこの外カメで、こっちを撮って鏡に反射された自分を撮るじゃん。漏れるんだよね、多分。さ、なんか、ジムの更衣室って多分漏れるのね。それでこうやってなんか、みたいな、なんか、みたいな感じでなんかポージングみたいなのしちゃってみたいな撮ってさあげるじゃん。でもそれもやりたかったんだろうね、そのおじいちゃんは。なんかその普通じゃこうやって外カメでこうやって鏡に撮るじゃん、なんか内カメで撮ってたの何その高等テクニックみたいななんかおじいちゃんさ、もうめっちゃヨボヨボだからさ、この内カメのカメラでさ、この鏡反射させてこうやって撮ってたの、逆に難しくないみたいなマジで笑ったんだけど、しかもそれ孫に送ってんの笑うみたいななんかおじいちゃんとさ、なんかめっちゃヨボヨボな体見たくなくないもう嫌なんだけど、自分のおじいちゃんの裸を送られてきたら絶対嫌なんだけどなんで内カメで撮ってんのと思ってめっちゃ面白かった。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれたら好き、インスタグラム、ツイッターは ROY ROY アンダーバー666です。ほらお願いします。バイバーイ。